やっぱり5番打者はこの人で決まりなんじゃないかなっていうふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、巨人のまあ5番打者、ちょっとねそこについてお話をしていきたいなというふうに思ってます。まあジャイアンツの5番打者っていうのは非常に苦労していましてですね、あの4番の岡本和真選手がね全試合出場してて、なかなか5番が固定できずに、まあコロコロ変わっててっていうところがありますと。で、実際、5番打者のね、打率なんかを見てても非常に低いというところがあって、ずっとね、ジャイアンツの5番は誰にするべきなのかというところをね、すごくたくさんの方が議論をしてきたんですけども、まあ今日の段階でなんですけども、まあ僕の中でね、5番はこの人がいいんじゃないかなっていうところがまあ決定したんで、ちょっとね、お話それをねしていきたいと思います。はい、まずさっき結論なんですけども、5番打者はですね、大城さんがいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあこれに関してはまあ現状というところ、チームはやはり流動的ですから、一ヶ月後にはどうなっているかは分からないんですけども、今現状を考えると、まあ、大城さんが適任じゃないかなっていうふうに僕の中でね、結論付けました。はい。まあ、その理由を、これからね、ちょっと見ていこうかなというふうに思うんですけども、まず大きな理由として、やはり坂本選手の不振っていうところが非常に、大きくね、響いたんじゃないかなというふうに思ってまして、で、もともとやはり坂本選手はね、開幕当初は3番。というところを担ってたんですけども、やはり5番打者がなかなかこう打てないというところで、岡本選手の次が続かないというところで、じゃあちょっと早いと5番に行ってくれて、5番に行って、もっとね得点が取れるようにちょっとしてくれっていうところでね、5番にね坂本選手を置いていきました。で、ただしかしね、坂本選手今まあ2軍の降格してますけども、まあそういったところもあってね、なかなか岡本選手の次っていうところを打つのはね、坂本選手であっても難しいっていうところがありました。で、現状ね、坂本選手は2軍に降格をしてしまって、まあ数年前であればなかなか考えられないことではあるんですけども、まあ降格して、で、ここ最近ね、岡本選手がファーストを守ってたんですけども、サードにやって、その空いたファーストにですね、本来で言えばキャッチャーである大城選手を入れてね、そこで打線を強化してるっていうところがあるんですけども、やはりね、大城選手、実力者です。はい。で、まあ去年も5番を打ってたこともありますと、すごく一番5番を打ってるのが多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、やはり今年に関しては、まあ岸田選手の台頭であったりとか、まあそういったところ、まあ、本人の不振もありましたし、まあ2軍に行ったこともありましたが、やはりそういったところで市場機会っていうのが、いつもと比べるとね、めちゃくちゃ減ってたっていうところがあると思いますと。ただしかし、スタッフの中というかね、安倍監督の構想の中にもですね、やはり大城のバッティングを活かしたい、ただ守るところがちょっとないっていうところが今までの、ちょっと前までの現状だったと思うんですけども、やはり、坂本選手が、これはいいと言ってるわけではないんですけども、坂本選手が不振に陥ったことで、まあ、坂本を出さなくても良くなったというか、出してる場合ではないっていう現状になったんで、一つ枠が空いたんですよね。で、そこで、岡本選手もともとサード守ってましたから、ファーストからサードにやって、空いたファーストを本来、まあ、キャッチャーが本職なんだけど、大城もファーストを守れるというところでね、そういったところで、大城さんをはめることで、打線の強化、プラスですね、守備力といったところは少し落ちるかもしれないですけども、今現状、うまく、生き始めてる、出るんじゃないかなっていうふうに僕の中では思ってますと。で、ちょっとデータ的なところも見ていきたいと思うんですけども、各打順のですね、打率を僕ちょっと出してきました。で、ちょっと特に悪いのがですね、2番打者と、まあ5番打者と6番打者がちょっと悪いなっていう感じはありますと。で、その中でもやはり、特にね、まあ5番打者っていうところはまあ4番の次なんで、なんか、やっぱりここはね、打ってて欲しいところなんですけども、5番打者の打率っていうのは2割1分2厘というふうになってます。で、じゃあ、誰が5番で務めることが多かったのというところを見ていきたいんですけども、トップ3で言うとですね、やはり坂本選手が多くて、40試合、
42試合、坂本選手5番で出場してるんですよ。で、2位の5番出場の方が、丸選手で9試合なんですよね。で、3位が萩尾選手で6試合っていうところを見ると、やはり、この5番打者が固定できてないとか、5番打者がなかなか打てないっていうのは、まあ、ほとんどね、坂本選手が5番打者を務めているわけですから、坂本選手が打ててないっていうことと、5番打者が打ててないっていうことは、ほぼイコールなんじゃないかなっていうふうに僕の中で思ってます。で、まあ2番打者とかも、まあ見ていきますと、まあ2番打者は打ててないと言っても、まあ2割5分7厘なんで、5番が2割1分2厘というところを考えると、まあ4分以上はね、2番でも打ってるんで、そういったところは、まあまあ 2割5分7厘、そこまでめちゃくちゃ良くはないんだけども、まあ粘ってるなというか、まあヘルナンデス選手が2番に、この間まで入ることが多かったんで、そういったところで2番打率っていうのがちょっと上がったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ちょっと余談になるというか、ちょっと話取れますけども、まあ、ネット上とかでね、いろいろ X とかの声お声を見てるとですね、まあ、2番打者になんか、門脇選手とか、そういう、まあ、いわゆる、まあ、ちょっと言い方悪いですけども、まあ、弱い打者というか、あまりこう、打ててない打者を入れるのはどうなんかっていう議論っていうのは、意見っていうのはたくさんありますと。で、実際僕もその意見に賛成なんですよね。まあ、別にメジャーかぶれというか、メジャーのことをね、まあ、崇拝してるわけではないんですけども、やはり、早めの打順にですね、いい打者を置いておくってことは、結果的に、1年間トータルで考えると、それだけで30打席、40打席ね、変わってきたりとかするんで、その30打席、40打席変わればですね、そのチームの得点というのも大きく変わってくるかなというふうに思うので、やはり、まあ3番までぐらい、まあ4番までぐらいにいいバッターを置いておきたいっていうのは僕の中でもね、正直ありますと。で、まあヘルナデス選手がね、今最近3番に入っていることが多いんで、まあその間を誰が打つのかっていう問題もあったりとかですね、しますけども、やはり、今で言うんだったら、大城さんを5番でファーストで使うんだったら、吉川選手とかね、2番に入れると、まあね、今年ね、そこまで数字が悪いわけではないし、むしろいいと思いますし、ちょっとね、最近落ち気味ではあるんですけども、まあ、打率とかを考えると、門脇選手であったりとか、佐々木選手よりは、吉川選手の方がいいと思うんでね、丸吉川っていうところは、今のジャイアンツのチームの現状を考えると、その1、2番が、まあ、いいんじゃないかなっていうところは僕は正直、思ってますと。で、まあやはり、大城選手がまあ5番に入ったことで、まあ打線のね、活発化っていうのはされると思うんですが、まあ当分ね、坂本選手がまあ10日で帰ってくるかはちょっとわからないですけども、やはり上がってくる時っていうのはですね、ある程度やっぱり調子を戻してっていうところだと思うので、またね、大城選手のファーストがなくなったりとか、する可能性もあるんでね、そこは、まあ、どうなっていくか、その未来はわからないですけども、まあ、本来ね、坂本選手が本調子で打つんであれば、絶対坂本選手を使った方がいいのは間違いなく確かなんで、そういったところで、まあ、その時をね、見据えてもですね、大城選手をキャッチャーで起用するっていうオプションというか、まあ、もともと本職なんで、全然練習とかもしてるし、感覚は鈍ってないと思うんですけども、まあ、岸田選手はもちろん出てるのはもちろん、いいんですけども、坂本選手が、絶好調というか、調子が良くて帰ってきたときに、岡本選手がファーストに行くので、そういったところで、今ね、ファーストに出てる大城さんが出てなくなるんで、で、もし大城さんも打撃の状態が上がってくるっていう風な話になると、またキャッチャーに戻るっていうところの可能性っていうのは出てくるので、その時のためにもですね、まあ、週1回、2回ぐらいは、まあ、大城さんをキャッチャーとして、出場させて、まあ、キャッチャーの勘を鈍らせないようにしながら、まあ、打撃の調子を上げていくっていうところが、今現状、巨人のね、まあ、打線というところが、まあ、なかなか、良くないですけども、ちょっとでも良くなるためにはね、そういった采配というかね、そういった起用法も僕はあるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じで今日は5番打者について、見ていきました。やはり、データで見るとですね、まあ、5番打者がなかなか打ててないというところは、まあ、ほぼ坂本選手が打ててないというところに等しいんじゃないかなっていうところを、まあ、分かったんでね、そこはね、まあ、坂本選手が本調子であれば、もちろんね、すごい打ってくれるんでね、頼もしいですけども、やはりそうではないっていう現状があるんでね、その現状に対して、
どういった解決策というか、どういった采配をしていくかっていうところは、阿部監督の手腕にかかっているかなというふうに思うので、僕はこれからのことも考えて、坂本選手が調子が上がって帰ってきた時のことも考えて、大城さんを保守でね、たまに、一週間に一回、二回ぐらい、出しておくっていうところも、選択肢の一つに入れておくべきなんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。